これね、エルメス。多分、6万ぐらいと思いますが、これ買おうと思ってたけど、ちょっと待ってね。ちょっと。それともう一丁さ、止まったな。難しい。これこっちを買おうと思ってたんですよ。これね、あるところで売ってるんだけど、教えない。買われたら困るから。値段はね、多分6万ぐらいと思います。ほんでね、今ね、思いついたことは、さっきフィギュアの話載せましたね。あんなん作る楽勝なんですわ。なぜかというと、ここで石膏ボード買ってくるでしょ。ね。で、ここで紙とかやってね。で、グラインダーをかけるとか言うたけどね、ちょっとネット喋るわ。グラインダーかけると言うたけど、あんなもん、いろいろカチ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 やったらええんだろうで。俺器用やからね。ほいで、おりますわ。だからそれでも一つお金、億万長者でしょ。ほいで、クラウドファンディング5、6個やっとるけど、ほったらかししとる。ほいで、大和川ホームレス中の親の年金3万円もらっとってね、もう時効で10万。10年経ったのから。借金も10年。だから、なんつかな、世界出版も控えてるしね。それとも2、3億いくからね。全世界とも、ガバイバーちゃんも多分3億以上稼いでるんです。映画化されました。俺も映画化、そう。歌手デビューもせなあかんしね。キラーカンって言うんでしょ。あの人になぜね、足振ったかと言って、まだ振ってない。あの人、大久保に呼んですわ。大久保行くと、巣鴨なんとか、こんとかで、風俗が多いところ、俺あそこで無料するから。で、あの人芸能界とか全部知ってるから、英語も喋れるからね。あの人のとこ多分行きますわ。女連れてね。で、キラ君に女の方紹介してもあげますわ。ほいで、夫婦言うてね、それはいいんだけど。だからね、今の出たことは、億万長者に秒読み。なぜかというと、今することの他に、1000個も2000個も足することあるからね。あそこ見てわかるよね。書いてるじゃん。生活保護10年目。いや。で、何枚出たかですよ、500回。勉強したの、3万時間。それでね、本読んだの5000冊以上。インターネット管理ね。だから全部情報、頭入ってるんですわ。転売でね。で、この頃は発見で、アメブロを有料化したらね、情報商材売れるとか。それで、はい、喋って、ユーザー翼君は800万稼ぎました。それで。で、それ、だからね、それで今度あと11日で、また金入ってくるんですわ。8万ぐらいね。そうすると、友達に金返して、米コミュニケーション、テレビは1万払って、ほんで2万万ですわ。ほんで、それでは何もできんけど、10万入ってくるでしょ、この近々。それでね、加速つきます。今、ドメイン1個1000円登録してる。ほんで、YouTube、多分俺はね、企画してる。パソコンは多分買わないと思う、そこにあるから。だからスマホのいいの買います、1台。友達に今 1.5 万のね、ね、ね、難しいんですが、道具ね、どんどん8万円の買うとするでしょ、スマホ。パソコン欲しいからって、アップルの。ね ?30 万の。こんな他のことできるのさ。だからやりくりは難しい。億万長者になろうと思う人ね。